こんにちはフィフィです韓国の有名女優が元徴用工の件で日本企業を訴えた人たちに寄付金を出したことが韓国国内で大々的に報じられていますこの女優は日本で放送された韓国ドラマにも主演していた方です日本のメディアはやたらと韓国のエンタメコンテンツをご利用してきますが注意しなければいけません 韓国の作品の中には間違った韓国の歴史観が含まれていたりそれこそこうして韓国の嘘を信じてしまって知らず知らずのうちに日本を落とし入れるような活動に加担している人が出演していたりしますそれを後から日本のファンが知って裏切られた気持ちになります 恐ろしいのは日本のファンの中にはその韓国の間違った歴史観を信じてしまう人がいることです。で今回寄付したのはドラマ「チャングムの誓い」で主演を務めたことで知られる女優のイヨンエさんです。元徴用工の訴訟で1億ウォンを韓国政府の傘下の財団に寄付しました。 まあこれ純粋な気持ちで善意のつもりでのことなんでしょうが、まあ、この女優も朝鮮半島出身者が戦時中に日本政府によって強制労働をさせられていたという韓国の嘘を信じてしまっているのでしょう、まあ、そうしたデマや思想が韓国によるプロパガンダによって日本の側にも流れてくるから恐ろしいですえ韓国の BTS のリーダーが 韓国の女性の民族衣装であるチマチョゴリを着て、独とは我が領土という曲を歌う短い動画を掲載したことがありました。これ、韓国の大手メディアである中央日報が報じています。 この動画について中央日報は2013年に SBSM で放映された新人網 BTS チャンネルダ弾という番組のワンシーンであると報じていますつまり BTS のメンバーがカラオケのマイクを握って「ドクトは私たちの領土」と歌っていたのは事実だったというわけです まあ韓国はこうしたアーティストを利用してプロパガンダ活動をしたりするんですよね。まあ、だから日本側は韓国のエンタメコンテンツの扱いに対して慎重になるべきなんです。彼らを通じて日本の人たちに韓国の間違った歴史観や領土に関する認識がすり込まれる恐れがあります。日本のメディアは何も考えず 韓国から売り込まれたものをやれ韓国で人気だとかご利用ししますが無責任です。韓国という国が日本に対して反日姿勢である以上日本は韓国のエンタメコンテンツなどに十分に注意する必要があるでしょう。だいたいおかしいのは韓国は自国のエンタメコンテンツを戦略的に。 日本の市場にゴリゴリ売り込んでくる一方で日本のエンタメを韓国国内で規制していることです。 韓国では自国文化の保護のためまた反日である韓国国民の感情を害するとして日本の漫画や映画音楽などエンタメコンテンツを法令でこれまで規制してきました具体例としては韓国のテレビで日本語の歌詞を放映することを禁止したり日本のテレビ番組を放送するのを制限するという、まあ、そんな内容です ただそれはかなり前の話で最近は解禁されたなんて人もいますがそんなことはありません朝鮮日報によると2018年にも韓国国内では日本に関連するエンタメコンテンツが放送禁止になったことがありました韓国のアイドルオーディション番組プロデュース48で選抜されたアイズワンというアイドルグループがいるんですが 彼女たちの曲で好きになっちゃうだろうというのがあってそこに一部日本語の歌詞が入っていました、まあ、というのもこのアイドルグループは日韓合作で作られたグループだからまあ日本語の歌詞があっても特別ではありませんただ日本語の歌詞が入っているという理由からなんと韓国のテレビ局がこの曲を放送することを認めなかったんです しかも1局ではありません2つのテレビ局が放送を認めなかったんですね韓国の人たちの反日がどれだけ根深いのかがわかりますよねそれなのに日本で稼げるからと日本には K−POP を売り込んでくるわけです実は韓国人には今も日本のエンタメコンテンツに抵抗があるそうです ただそう言いながら日本のアニメを見たりゲームを楽しんだりしているわけですね。でも勝手に楽しんでおいて、まあ、そこに例えば曲実機のようなモチーフの柄が出てくると、これを変更しろなんて大騒ぎをする。まあ、本当に困ったもんです。反日不買運動の中でも韓国の人々は日本のアニメ映画を見ていましたからね。まあ、自分たちの都合のいいように使い分けています。 まあただ一番の問題は日本のメディアです今 TBS で放送されている連続ドラマも韓国の俳優を何人か出演させていますただこのドラマの原作の小説の中には韓国の人は出てきませんそれだけになぜ韓国の俳優を出演させているのか違和感を持っている人もいるそうですこれ日本のネット記事にはドラマの視聴率が低迷していたため 韓国にシフトししたたなんてて書いてありました、まあ、じゃあ、韓国テイストを増やせば数字が上がるものなのかなと思いきやそうでもないんです。視聴者からは、韓国語のセリフについて日本のドラマを見ているのに字幕だらけ、韓国要素を挟みすぎなどと結構厳しい意見が寄せられているそうです。TBS は今年1月にも 韓国人留学生を好きになる日本の女性という設定で韓国ドラマのようなもうファンタジックストーリーのドラマを放送していましたこちらも平均視聴率は全10話で5.9%といまいちでしたまず主人公の韓国人俳優が片言の日本語だったので、まあ、見ている方が集中できなかったそうです もう無理やり韓国の俳優をねじ込んでいる感じでテレビ局はむしろ視聴率を下げるためにやっているのかと思うほどです。えこういうのは日本の他のドラマにも見られることで見づらいだけです。えこれ韓国テイストをどれだけ織り交ぜてきても、まあ、そこまで視聴率が上がらないのになぜ TBS は韓国にこだわるのか TBS 関係者がこのように説明しています。TBS は 韓国の総合エンターテイメント企業である CJENM と契約を結びました。で、今年3月には TBS のプロデューサーやディレクター約40人が韓国に行って、ここで韓国の撮影現場を見て回って、 その後5月に TBS と韓国側でドラマなど共同制作することで合意しましたでそのうち1本が来年 TBS の地上波のゴールデンタイムで放送される予定なんだそうです、まあ、つまり TBS は韓国と一緒にドラマを作りましょうと契約しているのでもうすでに日本のドラマでも韓国推しをしてくるわけですね ただ冒頭でもお話ししたように韓国の反日は根深くてそれこそ韓国の芸能人も反日活動に加担していたりします韓国という国自体が反日で断るごとに日本にイチャモンをつけてきたり何より日本の領土を不法占拠しているような国ですそんな国のエンタメを日本のメディアがゴリ押しするなんて異常ですもう世界のどこを見てもそんな国はありません 反日国家のエンタメをご利用されても日本の人の多くは快く思いません。もう完全に視聴者置き去りです。これ一般的にどの商売においても顧客を置いてけぼりにすれば人気がなくなるのは当然で今のテレビ局はまさに自分の首を自分で締めています。これではますます視聴者が離れていきます。というかテレビ局は外資の規制があります。それは 外国からの影響を限定的にするためですそれをこうした形でテレビ局が無視するなんてその趣旨に反しています日本のメディアが韓国をご利用しするほど日本のテレビのオワコン化が加速するでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください そして「ーフ f ィフィーチャンネル」の登録もお願いします。